どうも、吉田です。はい、続きまして、リシディアコラボイベのメイツプラ行きたいと思います。コールですね。面白いですよ。物理攻撃は通常攻撃以外は防御無視、魔法攻撃は魔法防御無視、ブレイク系すべて無効。もう、すごいですね。ここまで潔いのは初めてかもしれないです。はい。ということで、もうじゃあこれは踏みとどまっていきましょうということで、栄光を使います。で、あとはまあ、もう真っ向勝負というなら、こっちだって火力は自信のある方々が揃っていますので、今回ちょっとセフィロス入れてきました。ただセフィロスを発揮するまでにレインズがぶっ殺してしまいそうな気はするんですけど、まあ、とりあえずセフィロスで。で、フレンドはね、できれば踏みとどが入る、エイコが理想的なんですけど、まあ、今、周回を直前までやってた方が多いと思うので、ゴールデン終わりでフレンドさんが周回系のやつが多いんですよね。やっと見つけた。拓哉さん、変わりますね。じゃあ、参りましょう。もうどうせ防御無視なので、もう踏みとどまって、あとはリジェネ、エーコで天使の歌入れて、まあ、リジェネとかはでかいんでね、比率なんで、その辺でちょっと稼ぎたいなと。強くなりたきゃ生き残れ。了解。戦友として挑ませてもらう。過去の英雄など必要ない。やかましは戦友なんや。スコールと闇セシって聞いたことない。そんな関係性聞いたことないけど、一回踏みとどまっとくかね。天使の歌を入れておこう。音切れた、ごめんなさい。就活、メメント。いやー、よう入るね。効きますね、がっつり。まあ、ダメージはやはり入るし、そこまで体力多い感じもしないですね。いけそう。もうあとレインズボコボコに殴っていきますから、レインズで叩きつけていきますから。さあ、じゃあお守っときますね。1回目、保険の踏みとどで、エイコがゲージ貯めてくれて、2回目打てるようにしとけばもう安泰かなと思うんで、こうメタモルフォーゼ、そしてここだけはオメガドライブにしてきたんやけど、やっぱり闇属性の方が良かったかな。フェイテッドサークル、どうすかね。即時でガツガツ回復して、なるべく踏みとどをさせないようにしていきたいと思います。これ多分あんま入らない。まあ微妙ですね。残魂をセフィロスに渡してあげたので、闇まとい行こうと思ってるんですよね。ゲージ溜まり次第闇まとってまた残魂打ってもらおうかなと思ってるんですけど、効くわ、超効くわ。っていうか間違えてるな。私就活渡してあげないとあかんかったね。まあまあまあいいや。そんな期間、もうレインズが異常に、レインズだけが強い。レインズだけがね、本当に突出してます。現状、火力は。レジェマテ解放とかね、悩んでるんですよ。誰しようかなみたいな。実際やっぱタイムアタックで使われよく使われてるトゥモロー、誰かわけわかんないですけど、あいつ、怒り託す要因ですね。イカ託要因で、あれがめちゃくちゃ強いので、見てる感じ確かにそうなんですよ。今もうゲージをね、必殺ゲーなんで、本当にゲージをどんだけこう運用うまくやれるかっていうのが多分すごく大事なんですよね。で、長引くと不利になる敵がどんどん増えてきて、で、また超絶とかオーバーフロー、まあ、特に超絶かな、超絶運用がまたそのメインになり、火力のメインになりつつある関係上、アビリティってどんだけ使っても、どんだけ精錬してもまあ10発とかそんなもんしか打てないんで、
どうしても短期決戦になりますよね。そういう意味ではやっぱりそのイカってタクスっていうのはもうメインの戦術になってくるのかなと。それに魔石とかでももう散々あのタイムアタックしてくださいよと言われてますし、まあ、タイムアタックしないと逆に損みたいなね、30秒切りは狙っていかないとやっぱりちょっと損な感じもしますんで、まあ私もその流れに乗ってちょっとそのトゥモロさんっていうのを開けてみようかなっていうのは思ってます。正直やつが開けば30秒切りが見えてくる魔石が相当あるんで、無理、まだ無理なものもあるんですけど、いけそうなやつは結構あるんですよね。その開幕で託すことができれば、3ターン連続行動 の、 あの美味しさっていうのはもうルーネスで本当によく分かってるんで、えぐいんで、あれメテオを入手、怖いぞ怖いぞ、何やねん怖いぞ、メテオなんかもらうなや、怖いぞ、ここでそんなもん売ってんねん、メテオなんか怖いことを言うんじゃない、言うても削れそう、かなり来てる。そこに黒龍がめちゃくちゃいいダメージ与えてくれてるからさ、惜しかったな、これはさすがにもうたな。さあグレイム、ここではまだ落とせないでしょうが、よし引っこ抜け、魂を引っこ抜け、おう、いや勝つでしょ、もう行くでしょ、セビロス決めるか、あーさすがレインズ、でもずっとあの 8000×8 をねこうやって打ってくれるからめちゃくちゃ強いですよね、死角なし。まあこれね結構強く、また強くなったんですよ闇属性が、フェスのガチャの時にあれが闇雲さんの杖が出て超進化させられて、まあ闇属性の杖で6は持ってないんですけど、まあ6、純6みたいな、純星6みたいなものができたんですよね。でそれがで、それレインズ持たせたらすごい強くて、だから闇のね、闇属性強化の、まあ、星6の杖とかロッドみたいなのが、まあ、今実は一番欲しいものだったりする、あのパーティー強化っていうことに関しては、はいと、まあ終わりました。はい、ということで英雄たちとの開講終了です。はい、そしてもうフェスもねほぼ終わりましたので、あとはやることといえば、マルチ残してるんで、またマルチは生放送でやりたいと思ってますので、その時はぜひお越しくださいませ。では見ていただいてありがとうございました。